10代というのは非常に輝いている時期だと思いますし、まだまだこれからやりたいこともあると思うんです。でもまた一方、とっても迷う時期でもあると思うので、そんな時は時には大人や家族や友達やいろんな人を頼っていいと思っています。そして、どうぞ一人にならないで、そしていつも自分がダイヤモンドのように輝いているということを忘れないでいてほしいと思います。